How to Revit Basic 4-9 3D 断面ボックスについてです。床、天井を張ってしまうと見たい場所が見えない、または下がり天井など詳しい場所が見たい場合には 3D 断面ボックスが有効です。切断ボックスを有効にすると 3D ビューのドラッグコントロールを使用し、切断ボックスの範囲を変更したり、平面図ビューや立面図ビューなど他のビューの範囲を変更できます。切断ボックスの範囲はビューのトリミング領域によってトリミングされません。 3D 断面ボックスの作成方法ですが、プロジェクトブラウザー内の 3D と書いてあるところ、そちらをマウスの右クリックし、ビューを複製し、詳細を含めた複製ボタンを押してください。押していただいて、プロパティの中の断面ボックスにチェックを入れると青いボックスが出てきますので、適宜に調節しましょう。それでは実際にやってみましょう。プロジェクトブラウザー内の 3D ビュー、 3D をクリックし、マウスの右をクリックします。ビューを複製の中の詳細を含めた複製をクリックし、プロパティの中、 3D ビューの中に下に行くと範囲がありますので、ビューをトリミング、トリミング領域を表示、切断ボックス、この3つですね、チェックを入れて適用ボタンを押すとボックスが出てきます。ボックスは青い矢印が出てきますから、矢印を選択してあげるとこのように切断されて、好きなところで確認することができます。いかがでしたでしょうか。また次回お会いできますことを楽しみにしております。